こんにちは、覆面 YouTuber、タカです。久保さん、前回の第25話、ありがとうございました。なんとですね、なんと動画が一気に3本、一気に3本も届いてですね、ちょっとさすがに面食らったところはあったんですけれどもですね、その全体を通して大きなテーマっていうところが、あったのが、お金を稼げば幸せになれるのかっていうところがあったと思うんですけれども、この疑問に対して3本シリーズじゃないですけども、3本通していろいろな具体例を差し込んでいただきながらお話ししてくれたんじゃないかなと思うんですけども、最後の3問目ですね、最後の3問目で久保さんが言っていた言葉がすごく印象的だったんですけども、不幸を避けるためにお金を使うんだと。不幸というものに駆逐されずに生きていけるならば、結果的にそれは幸せ、だったんじゃないかなと。幸せという人生を送ったんじゃないかみたいなね。終わったみたいな言い方ですけど、とにかくその幸せな人生なんじゃないのって表現をされてたんじゃないかなと思うんですけども、お金を稼ぐことが幸せになるっていうところよりも、その不幸せに、不幸にならないために、不幸に対して対抗し得る武器として、お金という手段、お金を得る。人生の様々な局面において、いろんなことがあると思うんですけれども、そのいろんな場面に不幸、不幸せというところがあった時に、対抗するためにお金を稼ぐと。お金があれば稼げるところが稼げることがいくらでもあるんじゃないの？みたいなところのお話をしてくれたんじゃないかなとは思っていて、この不幸を駆逐してやるとね、駆逐してやると。もう駆逐してやるですね。これは、巨人、進撃の巨人ですね。進撃の巨人ですね。駆逐してやるっていうね。もう屈辱的で忌々しい思いをしないためにと。いろんな場面で、お金があったらもしかしたらこの屈辱的で、忌々しい思いというのをしなくても済んだことがあったんじゃないかと。それがあったからこそ今があるっていう人生も考え方はあるかもしれないですけども、お金があったら避けれたんじゃないのっていう場面は、多分にあるんじゃないかと。そこで自分がちょっとふと思ったのが会社員ですよね。会社員のパワハラ。会社員のパワハラがふと思ったんですけど、会社員のパワハラってどういうものが、あるのかなと、パッと思いついたのが、この人全然会社員でも何でもないんですけど、鬼滅の無惨ですね。無惨様ですね。すべての鬼の頂点の人、すべての決定権は私にあり、私の言うことは絶対であると。お前に拒否する権利はない。私が正しいと言ったことが正しいのだ。とね。もう、最強ですね。最強。ですが、これって、表現は違うかもしれないんですけど、これに近いことっていうのは会社で、日常茶飯事に行われているんじゃないかなと。これはわざわざそう言葉に出して言うんではなくて、オブラートに、包んでいるだけで、基本会社的にはこの断りに、従って、言ってるんじゃないかな、過ごしてるんじゃないかなと。で、もしですね、このまかり間違ってですね、その発言、こういう方にね、発言してしまったら、こういうこと言われるんじゃないかと、誰が喋っていいと言ったとね、誰が喋る。相手演じの世界、自分ではこんな方はそこまでいなかったですけど、いましたけど、いましたけど、自分に攻撃してくれる人はなかなかいなかったですね、ここまで激しい人はいなかったですね。いたかもしれないですけどね、もしかしたら。出会わなかったんですけど、ここまでね、言わないかもしれないですが、睨みはあるんじゃないですかなと、口では言わずにですけどね。で、そしてあろうことかですね、地雷を踏んでしまいますね。会社員の地雷ですね。会社員の地雷を、踏んでしまうと、こうなるのかなと。お前は私が言うことを否定するのかとね。ああっつってね。もう、これ言われたらきついですよね。結局ね、最後は、どうなるかというとですね、結局頭を垂れて、つくばいと。平伏しろと。こういう形になるのかと。これも表だって言うわけじゃないですけど、違う形のね。違う形で制裁という形でいろいろ来るんじゃないかなと思うんですね。具体例を挙げるといろいろあるんですけど、ここでは割愛するんですけど、ちょっとね、昔の時代なら、昔の時代というわけじゃないですけどね。三国志から適当に取ってきたんですけど、ぐざっとね、ぐざっと切腹というね。
いう感じで。まあ、これはこれでね、まあ、人生これですぐにさらばできたんで、まあ、いいのか悪いのかわかんないですけど、まあ、それでおしまいになるんで、まあ、この人にとっては、これで終わりで、その後の家族がまた溜まったもんじゃないんでしょうけど、まあ、ともかく、これで終わると。でも、まあ、今はそんなことはないんでね、なかなか、まあ、自殺っていうのはなかなかないと思うんで、まあ、するかもしれないですけど、基本生き続けると思うので、これは前々回の講義で、久保さんが言ってくれたね、いや、諦めたらそこで終了ですよと、安西先生は言いました。あ、でもですね、バカかと、試合なら終わるかもしれないけれどもと、お前はなんか勘違いしとりゃせんかと、勘違いしとりゃせんかと、人生はずっと続いていくんだよっていうところを13枚のあの講義のスライドで言っていただいたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、自分の人生の不幸、自分の人生不幸から避けるために、そして自分が生きたいと思える人生へと現実を変えるためにですね、まあ、今人生苦しい、辛い、行きたくないっていうところをあったり、お金が少ないとか、いろんなことあると思うんですけど、そこの現実を変えるためにですね、これルフィですね、もう行きたいと言えというね、これはもう伝説的なシーンな気がしますけど、まあ、自分でお金を稼いで不幸を蹴散らしていくとね、蹴散らしていくと、蹴散らせってやつですね、蹴散らせ。これはキングダムかな、キングダムから取ったんですね、確か。蹴散らせということね、自分の人生を抗い、戦い続けるためにお金を稼ぐと。人生から逃げないためにお金を稼ぐ。もう逃げるな、卑怯者と。逃げるな、卑怯者とね、いうことで、こんな風になんか感じた、いろいろ感じたところがありましたね。ということで、気になる男シリーズ第26話、今回のテーマは、自分の人生から逃げないためにお金を稼ぐ。これについてお話を進めていこうかなと思います。久保さん、今回もどうぞよろしくお願いします。この動画は顔出ししない覆面 YouTuber、たかが久保さんの様々な問いかけに答えることで、親世代から刷り込まれた昭和的お金の常識ですね。昭和的。ですが、これからの新令和時代には全く通用しないんだということにしっかり気づいていきましょうと。そして、この新しい時代を生き抜く、お金の新しい思考ですね。新しい思考を取り入れることで、インストールすることで、昭和時代のお金を稼ぐことに罪悪感を覚えるのを、もうつつましく生きると、お金はいらないんだよと、お金なんて必要ないと、汚いとか言うんじゃなくて、もうこのね、時代錯誤なマネーマインドをぶっ壊すということですね。お金がないことに対して真剣にね、罪悪感を持ちましょうと、ないことに対して真剣に考えましょうっていうね、ことの重要さに関して、スライド動画を作ってお届けしております。この動画を見ると、このタカという人間はそんなに久保さんが気になるような男なのだろうか、その隠された謎への確かな答えが見つかるんじゃないでしょうか。よかったら、ぜひ最後まで見ていってください。では、早速行ってみましょうということですね。久保さんが1本目にまず言っていた、一番初めに言っていたのが、言葉としては出してはなかったんですけど、まあ、物事をシンプルに考えたがいいんじゃないのっていうことを1本目でお話ししてくれたんじゃないかなと思うんですね。つまり、自分でお金を稼ぎたいなら、お金欲しいんでしょと、お金稼ぎたいと思ってるんでしょというんであれば、もう自分でお金を稼ぐことをずっと考え続ければいいんじゃないと。どうやって稼げばいいの、どうやってお金が増えるのかを考え続ければいいと。人生を振り返った時に、あなた何を考えてきましたかと、何をやってきましたかと、お金を稼ぐ行動をし続けてきたんですかみたいなね、質問があったような気がしたし、そのように自分は受け取ったんですけど、まあ、お金を稼ぎたいと心の底から考えていますかということで、これはどっから取ってきたかわかんないですけど、これはですね、私はいつかこの苦しい世界、地獄から抜け出してやると。金に蹂躙された人生ならいつか金を稼いでやる。それは何十億何百億という大金を、そしてこの屋敷の連中を平家し、嘲笑ってやるというね、もうすごいこの人熱いですよね。多分どれだけ苦渋に満ちたこの屋敷にいたのかという、ちょっとこの漫画どっか探さなきゃいけないんですけど、読まなきゃなと思うんですけど、まあ、ともかくですね、金持ちになりたいなら金持ちに聞けよっていうことも久保さん言ったかなと。ね、こう、とですね。あ、歯が残ってる。まあいいや。ね、もう抜け出してやるためならシンプルに金持ちに聞けよと言ってましたよね。
トランプさんですね、トランプさん。金の作り方、億万長者に聞け、トランプということでね、トランプ最強の人生戦略、アメリカ大統領を不可能に可能にした、うんちゃらかんちゃら。これ多分お金のことでしょうね、きっと。資産、負債企業、90億ドル。って、どんな90億？億ってどういうことなんでしょうね、もう全然わかんないんですけど、ともかく、たくさんありすぎて、ちょっと理解できないんですけど、まあ、ともかく、逆転したと。だからその金持ちになりたいなら、まあ、ずっと稼ぎ続ければ稼げるでしょうと、これも久保さん言ってくれたところですね。まあ、シンプルに物事を考えると、勉強すれば頭が良くなるでしょうと、おしゃべりが上手になるためには喋り続ければいいでしょうと、これは吉田さんもずっと言ってたかなとは思ってて、ずっと裏方でやってて、もうひたすら喋り続けたんだよとって動画、もう2万本、3万本もね、もうずっと喋り続けてる、ずっと喋り続けてるんでね、話が上手くなったかどうかはわからないけれども、話のテンポは良くなったよっていうね、ことはずっと言ってたかなと思うんですけども、日々一番時間をかけたものがプロになると、選択と集中のお話でしたよね。これと決めて突っ走ればプロになれると。そして一生懸命プロにやってプロになれなければ向いてなかった。ただそれだけだという、これもシンプルな答えをいただいたのかなと。そうなるとこの幸せになるために何を頑張りますかという話ですよね。幸せになるために何を頑張りますかと。で、いろんなところで頑張ればいいんじゃないのと、まあ、スポーツの世界で頑張りますかと、まあ、仕事を頑張るのもいいでしょうと、まあ、健康を頑張るのもいいんでしょう、恋愛頑張るも頑張るとか、まあ、恋愛に愛に生きるですかね、まあ、フラチな愛に生きるでもいいと思うんですけどね、まあ、何でもいいんですけど、その、これで言うと幸せになりたい、幸せになるか、その瞬間の幸せを欲しいかというところは刹那の欲しいかどうかまあ置いといてなんですけど、もう何でもいいと思うんですよね、自分がその、なんかこう幸せになるためならどんな手段であってもというところで、じゃあ別にどれでも選んでもいいんじゃないかっていう話をしていただいたんですけど、まあ久保さんは言いましたよね。ここが自分が今回の一番肝になる部分で、ここに結構時間かけたんですけど、その何もない人、何もないんでしょうと。何もないんなら、このお金を稼ぐという平等なところ、この平等なところっていうのが、まあ聞き捨てならんかったというか、まあここはすごく、このキーワード一言がすごく気になったんですけど、お金を稼ぐという平等なフィールドで、とりあえずお金をたくさん稼げるとかな、とりあえずお金をたくさん、まああると稼げると、なぜか幸せを稼ぐことができるんですよ、と言ってたんですけど、あれですよね。なぜかお金を稼ぐという平等なところで、とりあえずお金がたくさんあると、なぜか幸せを買うことができるんです、と言っていたんですけど、ですね。わかりませんでした。わからないと。何を言ってるのかさっぱりわからないということですね。自分の中ではここで少し理解できなかったのでね。ので、どうしたものかと。まあ、とりあえずね、笑っとくわかというわけにはいかないので、笑とう場合じゃないなということで仕方ないんですね。ちょっと調べました。それはなんかね、こうヒントらしきものがちょっと見つかったんで、まあそのお話を結局し始めるんですけど、ここの絵ですね。ここをなんか見つけたんです。このお金を稼ぐと、この仕事をすると生活を楽しむ、なんか別口でこう考えましょうみたいな、こうあって、これでね、少し、なんか、ピンときたというか気づいたというか、まあそのね、合点っていうまではしてないんですが、まあ、この表ですね。この表、その、このお金を稼ぐと仕事をするっていうところが別なんだよっていう表があって、別かっていうところで少し、ここからもう一度、まあ前提というか、今の自分の考え方の自分の常識をもう一回紐解いてみたんですけど、お金がなくなった場合ですね。まあ、とりあえず、金なくなったと。お金がなくなりましたと。もう仕事辞めちゃいました。で、お金がないです。やばいです。となった場合ですね。まあ、普通ですね。普通は、その、会社に雇ってもらって、働いて仕事をして給料をもらう。まあ、大学生とか、まあ、のイメージですよね。大学生さんで、お金がないと、どうしようと。じゃあ、アルバイトの雑誌見て、アルバイトもマックでも働くかとかいう感じになるわけじゃないですか。普通にね。
すると、アルバイトでお金が入ったんで、まあ、社会人であれば食うには困る、状態。学生であればなんか遊びに使う、お金。まあ、勉強でもいいんですけどね。まあ、ともかくそのお金の問題は一旦解決すると。で、この行為を一般的に稼ぐと、自分はずっと捉えていたし、まあ、その考え方しかなかったんですけど、で、これもう一回言うとですね、このお金を稼ぐと仕事をするのはまた別だと言ってるんですよね。お金を稼ぐと仕事をするのは別と。別だと言ったらですね、この仕事をして給料をもらうという概念、仕事をしてお金を稼ぐっていう概念はちょっと一回してなきゃ理解できないんじゃないかなと思ってて、その稼ぐことに特化する、お金をより多く得ることに特化する、稼ぐ、お金を、要は、現金をより掴み取るためだけっていうことを考えると、その、なんだ、これが一番初めの久保さんの話に戻るんですけど、お金を稼ぐという世界で、お金を稼ぐことを突き詰めてやり込んでいくと、よりお金を稼ぐことができれば幸せを買うことができるの話に少しなんか理解が近づいたのかなとは思ったんですね。このお金を稼ぐという世界で、お金を稼ぐことを突き詰めて、これお金を稼ぐ世界っていうのをビジネスというフィールドという言い方をした方がもっとわかりやすいのかもしれないんですけど、お金を稼ぐことを突き詰めてやり込んでいくと、よりお金を稼ぐことができれば幸せを買うことができる。まあ他の方が幸せになるという考え方も正しいかもしれない。他の人も自分も幸せになるし、他人も幸せになるというところになるのかなと。そして、ここをですね、ここは坊や鉄持ってきましたね。麻雀の、バクチ打ちの話ですね。このバクチ打ちっていうところを、バクチ打ちっていうのは楽して大金を稼ごうっていう人種だろうと。でもその割にはやけに勤勉じゃないというところで、このバクチ打ちっていうのはネットビジネスというところにこう言い換えてくると、まあお金をね、楽して稼ぎたい、ネットで稼ぎたいっていう人は楽して稼ぎたいっていう人種だろうと。でもやっぱりお金を稼ぐってすげえ真面目にやってるよなっていうところはあって、なんかすごい地道に真面目にやってると。で、ここで、また歯が残ってる。ここで一つのヒントというか、があって、まあ、これが、ちょっとわかりません、忘れました。師匠ですよね。ボヤとしての師匠。怠惰を求めて勤勉にきつかと、それもそうだというところを話してたんですけど、このくだりがすごく、自分の中で響いたというか、まあ、自分で調べて響いたわけじゃないですけど、まあ、で、だがもう一人同じ世界で生きてる奴が嫌がったというところをですよね。だからこれっていうのはその、普通の社会、普通の世界ではその、お金を、なんだ、会社に行くんじゃないか。給料をもらう、お金がなくなりました。お金がなくなりました。アルバイトでどっかに所属してお金を稼ぐ、お金をもらいに行きますっていうのが、まあ、普通の一般的な考え方ですと。ではなく、その世界ではなくて、もう一つの世界っていうか別の世界。もうお金を稼ぐという世界。お金をか、まあ、稼いだら勝ちっていう言い方じゃないですけど、まあ、稼がないといけない世界。まあ、いわゆるこれはビジネスの世界、ただ商売の世界になってくるんじゃないんじゃないかなと思うんですけど、そこで、まあ、一点突破して突出するというところが、これが幸せになる鍵になるっていうところになるんじゃないかなというところにふと気づいたというか、まあ、そういう話になってくるんじゃないかなと。なんかピンポンがなくて、これ洗濯入れてください。洗濯、じゃあちょっと待って、もうあと5分ぐらいで終わるんで。あ、はいはい、何よ。はい、じゃあちょっと、まあ、続けます。ということで、これが幸せになる鍵になるんじゃないかなと鍵というところをですね、すごく最後なんかピンポンピンポンなって閉まらない状態になってしまったんですけど、ここはね、なんかすごくなんか理解しできそうなところで、他に第2話第3話とすごくいろんなお話をしていただいたんですけれども、ここが少しなんか、もう引っかかってしょうがなくて、結局第2話第3話の話をぶっ飛ばしてしまったんですけど、ここがね、すごくなんかもしかしたら何かこう感じるところで、なんかね、こう気になるところというところがあったんで、ちょっと今回はこのテーマを取り上げさせていただきました。はい、ということで、それでは気になる男第26話ですね。第26話、自分の人生から逃げないためにお金を稼ぐと。
ということで、だいぶなんかテーマからもそれたような感じがしないでもないですけど、まあ、お金を稼ぐというのは究極何なのかっていうところですね。稼ぐことと仕事をすることを分けて考えると、稼ぐことにこう特化する、別にこれは仕事っていう言い方じゃなくて、単純に稼ぐことに特化していくっていう、まあ、稼ぐことに特化する、仕事をするという感覚じゃなくて、この稼ぐというスキルをつけるっていうところ、そういうところをこう考えていくと、ちょっとまた違った感覚になるんじゃないかなと思いまして、もう少しちょっと深く考えていけそうな感じがしましたというところですね。はい、ということで今回はこんな感じで終わらせていただきます。ここまでの放送は覆面 YouTuber、タカがお送りしました。ありがとうございました。そして、ここは直しきれてなかったですね。久保さん、次回第27話ですね。第27話もよろしくお願いします。はい、失礼いたします。